より高いです。めっちゃ高いやん。はい、皆さんどうもこんにちは。ミスターポテト、ピーマンです。誰？それじゃあ今回もソラクラやっていきますよ。いやいや、なんでこんな場所来てんの？こんな場所来てんのってか、完全にいつもとは別のワールドだよ。いや、じゃあなんで今回だけ完全別ワールドにいんだよ。実はワールドデータがなくなっちゃったんです。というのは冗談で知ってた。今回今年のマイクラのエイプリルフールイベントであるポテトアップデートをやっていきたいと思います。今年のエイプリルイベントってこんなやつなんだ。そうそう、なんかポテトで遊べるらしい。何を言ってるんだ？いやでもめっちゃ冗談っぽく聞こえるけど、割とめっちゃ作り込まれてるエイプリルイベントらしいんだよ。まあそもそもエイプリルの時点で冗談なんだけど、そんなガチの冗談なんだ。もうめっちゃガチで。ガチガチポテトや。は？それで早速マルチ用にいろいろアイテムを揃えておいたのですが、なんかジャガイモに顔がついたみたいなアイテムがあるんですよ。なんかもう明らかにネタアイテムっぽいけど。なんとこちらのジャガイモ、頭に装備することができるんですよ。ジャガイモを装備することができるんだ。そしてなんか装備すると左上にそのジャガイモが出てきて、なんかめっちゃ喋りまくるんですよ。めちゃくちゃ英語で喋りまくってるな。I'm be the you take a moment to consider my。 ちょっと何言ってるかわかんだろうな。ほらほら見てくださいよ。なんだこの変なお面みたいなやつ。いやもうこんなもんね、アホンダラですよ。アホンダラだな。とりあえずこのお面がこのイベントの説明をしてくれるので、みんなつけていきましょう。とりあえずこの説明最後まで聞いてみようよ。どうやら村を見つけないといけないらしいです。じゃあまずは村探すところからか。レッツゴー。いやーなかなか新しいワールド新鮮ですね。マジでパート1みたいな感じだもんね。とりあえず村を探せばいいんでしょ。まあ各自でばらけて村探したらそこに集まる感じにしましょうか。というかブラブラ村探ししてたら見たことない生物がいたぞ。うわーなんだなんだこの生き物。2023年11月に神とペンギンとアルマジロのモブ投票で発表されたアルマジロな感じするけど、違うよな。どう考えてもそれだろ。一応ゼータのアルマジロがいるっぽいね。ちょっと殴ってみよう。固まってもうた。めちゃめちゃ石みたいになってるな。この時多分めちゃめちゃ防御力高いんでしょうね。多分なんなら無敵説あるけどな。まあそういうのは正式に実装されてから調べるとしますか。あとなんかここにめっちゃ柄がついてる狼がいたんだけど、なんやこいつ。草臭いんだ。というかなんかジャガイモの荒廃したネガーポータルみたいなの見つけたんだけど、うわうわなんだなんだこれ。めちゃめちゃキモやん。キモい言うな。とりあえずかなり気になるので近く行ってみましょうか。早速下にチェストがあるじゃん。何が入ってるんだろう。ばかり。いやいやめちゃくちゃジャガイモ入ってるんだけど、しかもほとんどが青いジャガイモじゃん。でもなんか気になるの入ってるが、ポテトのチェストプレートみたいなのあるぞ。どうやらこのジャガイモ装備は実際につけることができるみたいです。いやいやもうなんか、やばい人みたいになってんじゃん。やばい人言われてるぞ。まあとりあえずこの階段の上になんかあるので見に行ってみます。なんか台の上に青いジャガイモが乗ってるけど、ってことは青いジャガイモを置いてみればいいのかな。あーよいしょ。なんかでっかいポータルみたいなの出てきたー。なんかめちゃくちゃ板状のポータルみたいなの出てきたじゃん。めっちゃうまそうやん。食べよ。これはギリ食べていいかも。とりあえずじゃあ早速このポータルに触れてみましょうか。うわうわネザーポータルみたいにどっか行きそうだよ。いやいやこれどこの世界に行っちゃうの。何か専用のワールドがあんじゃねえのか。どこだどこだどこだー。なんじゃこりゃー。これはこれはマジで専用のバイオームみたいなところ来たじゃん。これがポテトワールドというやつか。ブロックもすべてポテトになっててめちゃめちゃ不思議だね。というかなんかモブとかもめちゃくちゃ汚い感じなんだけど。確かにちょっとなんか紫がかってて腐ってそうな。吐くな。なんかマジでモッドみたいな感じでしっかり作り込まれてますよ。確かに床のブロックとかも全部専用のやつだもんな。このブロックの名前は、てっせーで、おー絶対ちゃうだろ。とりあえずなんかこの世界のモブとか倒してたら進捗解除したんですよね。どうやら専用の進捗もあるみたいね。ほらほらどうやら雲とかクリーパーも全部ポテト仕様になってるっぽいね。クリーパーの見た目とかなんかベイオハザードとかにいそうな見た目じゃん。バイオハザードな。なんかブラブラ歩いてたら下の方にむき出しの廃坑みたいなのがありましたよ。しかもその下とかエンドみたいに奈落になってない。ほんとだほんとだ。絶対落ちたらやばいでしょこんなん。というかユッケこのブロック見てくれよ。なんだなんだなんだこれ。めっちゃせんべいみたい。確かに似てる。なんかこのブロックよく見たらウィザーの顔ついてるんだよな。じゃあ何かしらに使えそうな感じだよね。うっさ、なんか今見てみるとイザーが水色になってるからなんか飛ばして攻撃してくる感じなのかもな。もうこれあれやん、マリオパーティー DS のボスのクッパ戦のブロックやん。誰がわかるんだよ。一旦廃坑みたいなところ見に行ってみようよ。あーよいしょ。よしよし廃坑っぽいところに降り立ちましたよ。でも絶対落ちないように気をつけないとやばいぞ。いやまあ正直本んでいたじゃないから落ちても問題ないんだけど、そこはちゃんとビビっとけよ。というかなんやこいつら。ジャガイモのコウモリがいるやんけー。まさかのコウモリもジャガイモになってんの面白すぎるな。もうなんかおかしすぎて、キー狂いそう。怖いよ。まあなんかこの廃坑っぽいところは他に特に何もなさそうなんですよね。じゃあちょっとユッケこっち来てよ。なになになに、ボルシャックドラゴンでもいたの？なんでだよ。いたよ。いたのかよ。なんか地上の方にジャガイモの畑がめちゃめちゃあったんだよね。ほんとだほんとだ。ジャガイモの畑なんて、こんなでも見たことねえ。ジャガイモ畑はあんだろ。というかその近くに村あるじゃん。村を見つけたから上のストーリーみたいなのが進んだっぽいね。もうすべてジャガイモ専用の村の建物になってるじゃん。というかこっちにすごいものがあるよ。なんだこれ。普通にフライパンがあるじゃん。これめっちゃ宇宙クラフトの時の料理モッドみたいなやつだよね。ほんとこれがエイプリルフールと言っても公式なのがすごいよね。しっかりフライパンでジャガイモが焼けるようだな。これはすごいねー。しばらく待っていると焚き火みたいにしっかり焼き上がりました。ちょっと焼き上がるのは焚き火より遅い感じかな。うわうわやばい牛がいるぞ。なんでデブやねん。着眼点違くね。いやもう動物たちも全部ジャガイモ仕様なんだ。スキンが変わるだけでこんな見た目になっちゃうんだね。ちなみに倒してみると普通でした。そこは普通なんだ。ちょっとマリサの隣になんかいるよ。うわびっくりした。なんやこいつ。サングラスかけてるジャガイモ村人やん。くさー。
ーい。というかさっきのなら気になるから一回わざと落ちてみましょうかね。いやいやそんなの死んでアイテム全ロストするに決まってるでしょ。まあでも相手なんか変な画面に移動したんだけど。いやいやエンディングみたいなの始まったぞ。さすがエイプリルフール。奈落に落ちたら死ぬんじゃなくてエンディングが流れるとは。ってことは多分アイテムもそのまんまだよな。うるせー。アイテムはしっかりそのまんまでしたね。エンドラ倒した時と同じ感じっぽいね。それでなんかさっきの村の近くに葉っぱブロックの迷路があったのでみんなでやってみます思んなかったのでカットしました。じゃあこの下りを全部カットしろよ。そういえばユッケこっち来てほしいんだけどさ。なになになに、ドルバロムでもいるの？いたよ。いねえだろ。ここの溶岩にジャガイモを投げてみると、せー、いやいやいや、めちゃくちゃ真っ赤なベイクドポテトになったじゃん。こりゃかまど使わなくてもいいの楽じゃねえか。溶岩に入れてもアイテム切る。いやいや、熱。なになになんかめっちゃ燃えてる音するけど、熱。多分それインベントリに持ってるだけで燃焼ダメージあるぞ。じゃあこんなん捨てた方がいいじゃん。あー、すっきり。でもこれアイテムめっちゃ散らばってるから知らないうちにホットベイクドポテト持ってたりするんだよね。それ事故って死んじゃうじゃん。ちなみにこれクックドマックスでも食べることができるんですが、こんな感じで永遠に燃え続けるんですよ。こんなもん殺人ポテトじゃねえか。え、なんて？こんなもん殺人ポテトじゃねえか。え、なんて？こんなもん殺人ポテト。それでなんかこのワールド特有の鉱石なんかもありましたよ。ネザライトのツルハシでも結構硬いじゃんこれ。もしかしたら適正ツールが特殊なのかも。とりあえずツルハシで時間かけて掘ってみましたが。なんもへぇ。多分適性があるんだろうな。どうやらこの世界のブロック全部クワが適正ツールみたいよ。ほんとだほんとだ、めちゃくちゃ掘るの早い。それで何が掘れるんだよ。鉄でした。鉄かよ。てかなんかブラブラ歩いてたら緑色の液体が流れてるバイオームがあったよ。いやいやこれ毒状態になったんだけど、スカルト毒になる毒の水っぽいね。しかもこっちに古代の残骸とか大量にあるし、ほんでちょっとこっちに来てほしいんだけどさ。なに。ほらほらこっから見てみると見たことないモブがいるんですよ。ほうほんとだほんとだ。きっしょいガーディアンがいますね。きっしょいよな。どうやらこのガーディアンもこのワールド専用のガーディアンっぽいぞ。しかもなんか薄っぺらいような気がするんだけど、これポテトガーディアンが2匹重なってる感じだね。きっしょいな。まあ強さ的には普通のガーディアンと一緒でビームに毒効果がある感じですね。厚さが薄めのガーディアンって感じか。まあそもそもガーディアン面倒いから普通にだるい敵ではあるよね。まあまあでも言うて倒されたりはしないから大丈夫です。いちいちうるせえ。くっそ巨大な腐ったジャガイモの絵画があるじゃん。これってバニラでもないくらいのサイズだよね。めちゃくちゃクソデカ看板だよこれ。うちのおじいちゃんの座布団くらいでかい。おじいちゃんの座布団でかすぎだろ。そしてなんとここでとあるアイテムがこのポテトガーディアンから落ちるのですが、この緑色のやつトキシックビームっていうやつかな。これとあとこの青いジャガイモのブロックでめっちゃおもろいアイテムが作れるんですよ。どんだけおもろいアイテムが作れるの。 M1 で優勝できるくらい。めっちゃおもろやん。ちなみに青いジャガイモのブロックは青いジャガイモ9つで作ることができます。そしてこの青いジャガイモブロックとさっきのトキシックビームでラッシングポテトというのができるのです。これはどういう意味なんだよ。知るか。終わった。まあとりあえず使ってみればいいのよ。せーとわー。まさかのまさかの公式フックショットか。そうなんです、これフックショットなんです。もうマジでモッドの世界じゃん。ただこれ結構操作方法難しいんですよね。勢いつけないとそのままぶら下がっちゃう感じなのね。そうそう、だからこんな感じで何回も壁にフックをつけたりして繰り返さないと上に行けないんだよ。めんどくせえわこれ。めんどい言うなよ。でもこれフックショット中は落下ダメージ無効らしいので、着地の瞬間に使ったりとかしたら無傷になったりしますよ。というかこれ飛距離めちゃめちゃとんでもないよ。おー、この距離一気に行けるんかー。こりゃバニラでもあったら超便利なんだがな。言うてこの壁だけ登ろうとしてるのですが、まあ味で難しいんですよ。トムヤン。まあとりあえず動画の後半からボスがいるみたいなので、そのボスにも行ってみましょう。それじゃあポテト。オーデンルーレット。ペンギン。かわいい。ちょっとボスをみんなで行こうと思うのですが、2つほど作ってみたいアイテムがあるんですよね。まだまだエイプリルアイテムがあるんだな。まあまだまだというかもっとあるんですが、1つずつ紹介してたらキリがないんだよね。いそのキリがないんだよね。黙れ。とりあえず軽くネザーに行きまして、ブレイズを倒してブレイズロッドを獲得しまして、ブレイズロッドと青くなったジャガイモをクラフトするとポテトハンマーというのができました。いやいや、ノックバック X ってなんだよ。いやいや X じゃないって、ノックバックツイッター言うと思った。しかもこれ攻撃力も11でバケモンみたいな威力ですよ。ちょっとノックバック試してみようぜ。いやいや、さすがにノックバックやばすぎでしょこれ。あと見せたい一つのアイテムが、青いジャガイモとファントムの被膜で、きったねーリトラができます。きったねーリトラ言うな。そんな低コストでリトラ作れちゃうのやばすぎでしょ。性能とかはどうなんだろう。多分普通だと思うので、このフックショット使って飛んでみます。確かにエリトラ飛ばす用として使えるのか。それじゃあ行きまーす。せー、外した。せー、外した。やり直すわ。下手くそかよ。あの陸地にフックさしてみよう。これうまいこと使えば超高速移動できるよ。花火いらなくて自由に飛べるのめっちゃ便利じゃん。この切ったねー、フックショットと切ったねー、リトライブよ。切ったねー言うなって。それじゃあ最後にこのエイプリルイベントのボスに行ってみましょうか。さっき言ってたな。とりあえず青くなったジャガイモ一つクラフトでポテトのエンダーアイみたいなのを作って、これを遺跡探す時みたいに使ってボスのところまで行きます。このパールが飛んでいく先にボスがいるのね。そうそう、ということでボスのところまで行ってくのですが、さすがに道中を見せるのが大事なのでカットせずに行きますよ。はい、ということでボスのところまで到着しました。お前もう信用しねえわ。多分そのボスは地下にいるはずなので、ここから斜めに掘っていこうと思います。下にボスが潜ってるってなかなか珍しいじゃん。なんなら直下掘りした方が早いかこれ。体力ゲージはすでに出てるぞ。
だー。ここがボス部屋か。早速もう目の前にいる気がするんだけど、なんかピグリンの遺跡みたいなボス部屋だね。ほらほら、いたいた、あいつだよ、あいつ。めちゃめちゃでけー。ジャガイモ？相変わらず腐ったジャガイモではあるんだな。いやいや、こいつが人の攻撃しやがる。完全に攻撃コピーしてるな。とりあえず早速戦ってみますか。全員メガライト装備だからある程度は大丈夫だと思うけど。いや、めっちゃ爆発するやん。メガポテトっていう名前なんだね。しかも下の緑の池が毒だからかなり戦いにくそうだよこれ。もうさ、みんなで帰ろうぜ。帰んねえよ。それにしても私めちゃくちゃ狙われるんだけど。多分一番最初に攻撃したからだろうな。まあとりあえず死なない程度に逃げ回ってるから。全部任せた？全部かよ。なんか見た感じウィザーみたいに風まとってない時にダメージ通るみたいですね。それにしてもめちゃくちゃそっち狙っていくね。マジで平等に狙ってくれー。めっちゃ出た。めっちゃ出たやん。でもこのメガポテトの風をまとうタイミングがあんまり分かってないんですよね。ちなみに一応ポテトガーディアンも周りにいるから倒しつつ戦った方がいいぞ。というかなんかちょっと調べてみたところによると、メガポテトって和田アキ子さんと仲がいいラウンド制の敵らしいんですよね。最初なんか言った？確か全部で10ラウンドあって、メガポテトが雑魚敵を召喚したらその雑魚敵を全部倒すまでずっと風をまとって攻撃できない状態になってるんじゃなかったっけ。あー、そう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 。ちょっと何言ってるかわかんない。まあ結構死につつもなんとかラウンドは進んでいってますね。このラウンドはポテトクリーパーがたくさん出てくるラウンドっぽいな。いやでも気づいたらもう風のシールドがなくなってるから、もうポテトクリーパー全部倒したっぽいね。余裕じゃねえかー。というかやっぱり緑の池をなくしたのが結構でかいかもね。さあさあ、ついに体力も半分以下になってきたよ。いやいや、まさかの次のラウンドピグリンブルーとかよ。こいつらマジでメガライトフルでも最強に強いから結構大変だと思うんだよね。紹介するためにクリエイティブとか使っちゃってるけど、普通にソラクラの装備で戦っても負ける気がするね。まあでもさすがにみんなで畳みかかったらいつの間にかいなくなってたね。というかなんか最初と比べてこのメガポテトどんどん小さくなってる気がするんだけど、気のせいかな。気のせいでしょ。どう考えても小さくなってんだろ。と思ったら次のラウンドは大量のガストが出てきたじゃん。いやいや、場所的にガストでかすぎてリュウリュウな感じだけど。でも正直ガストは体力低いし、ピグリンブルートよりかは脅威ではないな。まあただただ浮いてるのが面倒いくらいだね。さてさて、ガストラウンドも終わってあともう少しかな。普通にメガポテト小さくなったらなったらでめちゃくちゃ飛び回るから攻撃が当てにくいんだよね。さあさあ、次のラウンドは何だい。多分何かしらのモブが出るはずだ。なななな、んだこのクソデカガーディアン。硫黄の匂いがする。めちゃめちゃ臭いやん。多分ポテトガーディアンのボス的なやつなんだろうね。ってことはポテトエルダーガーディアンなのかね。こいつらも同じように重なったりして攻撃してくるみたいだぞ。しかもなんか体力もそこそこ多いっぽくて結構硬いんだけど。呼んでこようかな。私たちが死んじゃうだろ。まあまあ、でも5人いればさすがに難なくクリアすることができました。体力ゲージ的にもおそらく次がラストラウンドだけど、何が来るんだろう。いやいや、なんかめ驚きすぎな。いやいや、これ完全に黄昏の巨人みたいな感じなんだけど。絶対参考にしてそうな感じなのがめっちゃいいよね。しかも攻撃力も多分こいつ半端ないですよ。ほらでも多分体力的にはさっきのポテトガーディアンより少ない感じかもな。さあさあ、みんなの協力により最後の巨人が倒れました。よし、多分あとは殴るだけだよ。私が最後を決めるーせーあと倒したー。副ほっぺをします。はい、ということでメガポテトからのドロップ品はブレイズロットに青いジャガイモが突き刺さったものが出てきました。それはさっきのノックバック X のやつと違うものなのか。とりあえず右クリックしてみます。あーよいしょ。あーなるほど、さっきのポテトポータルをいつでも出せるってことか。ほんで察し悪すぎん。まあでもとりあえずこれで今年のエイプリルイベントは終わりましたね。今年のエイプリルイベントはかなりモッド寄りに作り込まれてて半端なかったよ。これはまた来年のエイプリルイベントに期待ですね。それじゃあ今回はここら辺で終わりましょうかね。エイプリルイベントからバニラに要素追加されたりとかよくあるみたいだから今後楽しみだね。ということでこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご来足花むぐりは動物の森では効果でした。